僕はもう今日から直江津高校3年生じゃないんだ。荒々に小指にまつわる物語は終わりを告げた。彼ら彼女らの物語の続き、言うならおまけみたいなものだけれど、しかしおまけというのもなかなかバカにできないものだ。君は鏡の中にいたんだよ。これから始まるのは終わりの続きだ。みんな何らかの形で逆転している。カレンちゃんだよな。カレンちゃんじゃなかったら私はどこの誰ちゃんなんだよ。ねえ、カレンちゃん。みんなが変わったのでも世界が変わったのでもね、君がこちら側にやってきただけなんだ。左手。この鏡の国においては猿の手は右手であるべきなんじゃないのか。お前、鏡は左右逆に映るものだって思ってねえか。忘れない、決して忘れない。体に工夫。もっと抱きつかせて、もっと挨拶で舐めさせて。鬼のお兄ちゃん、さすがにうまく辻褄を合わせますな。あるがままを、見たままを受け入れりゃそれでいいってのによ。どちらも正しい真実。なんだ、小読みか。ドキドキした。お前、おいくら育ち。なんでかな、こんなの全部嘘だって。おはよう、こよみ。